マガジンストリートの商店街、マガジンストリートとは、アメリカ合衆国ルイジアナ州ニューオーリンズの通りの名称である。カナルストリートとの接点から始まり、フレンチコーターとは逆方面をミシシッピ側に並行する形で走り、中心業務地区、ガーデン地区を抜けて、オーディュボン公園までの約1 0トルほどをつないでいる。なお、カナルストリートを隔てた。 フレンチクォーター側では、この通りは、ディケーターストリートとして続いている。通りの名前は、18世紀後半に建設された倉庫、マガジンに由来している。この倉庫は、ニューオーリンズから輸出される商品の格納庫として、機能した。マガジンストリートは、ニューオーリンズ有数の商業地域として有名である。アンティーク店、アートギャラリー、レストラン、コーヒーショップ。 宝石店など、小規模な商店を中心に、数多くの店が軒きを連ねる。http://www.newor.ee nsonline.com スラッシュ neworleans スラッシュショッピングスラッシュ m a g a z i n e s t r e e t h t m l a r c h i v e d 2 0一 <music> 1年八月十八日。あットザウェイバックマシン。ありがとうございます。